こんにちは、ヨミヤチャンネルのヨミです。えー、本日はですね、AT メガ328を使って作ったオーディオタイマーの第2回をやります。今回はこのボードをケースに入れていきます。それで以前紹介した古いタイマーのケースぐらいであれば、まあフロントパネルにベタって貼り付けて、まああとはリレー部分を作ってしまえば、まあほぼほぼ完成なんですけども、さすがに今日日、この大きさのタイマーっていうのもないと思うんで、 もっとスタイリッシュな方法はないかなって考えてたんですけれども最初に考えた案はこちらのコントロール基板とコンセントボックスの方をこういったケーブルでつないでしまってセパレートタイプにしようと思ったんですよね。 そうするとコンセントボックスが必要になるので、このアルミケースでコンセントボックスを作ろうと思ってたんですけれども、いろいろと考えてたらですね、これくらいのボードこの中に入っちゃうんですよね。そうだったらセパレートにするよりも、全部このケースに入れちゃいたいなぁなんて思ってきました。ただこのサイズの基板ですと、このケースに入れようとすると、例えばここに穴を開けて、こういった形で付ける方法もあるんですけれども、あんまりかっこよくないですよね。やはりフロントパネルに7セグメント LED も、 キースイッチも並べたいです。なのでここを真っ二つに切って二つに分けて並べるなんてことができればいいんですけどね、まあ、できないことを言ってもしょうがないので今回このボードも作り直します次に重要な部品だけを紹介しますまあなんといっても主役はこちらのアルミケースですよね、まあ、高知さんの YM180 というケースを使うことにしました、まあ、こちらは1490円でモノ郎さんから購入しました まあこのケースはサイズのバリエーションがいろいろとあるので、私としてはおすすめです。そしてこちらのメインボードを作り替えていくわけですが、LED とキーボードを除くと、それほど部品点数がないので、こちらの基板に実装する予定です。まあ、サイズ的には半分程度ですが、十分これに乗ると思っています。そして LED やキーボードなんかは、こちらのボードに乗せてきます。 まあこの基板は Amazon さんから購入したものですね。そして表示部の7セグメント LED はこれと同じものを使います。ただしそれ以外の LED はちょっと眩しすぎちゃったので正面から見てもあまり眩しくない広角のタイプを選ぶことにしました。で購入した LED がこちらですね。LED のトップの部分が白く濁ってるのがわかると思うんですけれども、まあ、ここの部分で光を乱反射させて広い視野角で見えるようにしてるんだと思います。 まあ光らせるとまあ、こんな感じですねまあ、ちょっと動画だと分かりづらいかもしれないですけれども広い視野で見える LED ですそして今度はキーボードの部分なんですけれどもこちらのタクトスイッチもちょっと小さくて文字とかが書けないのでキートップがでかいこちらのタイプを使うことにしましたそして最後に電源なんですが 一般的な USB 電源にケース取り付け用の AC コンセントと USB ケーブルを取り付けて使うことにしました。ちょっと説明し忘れたパーツがあるので紹介しておきます。こちらですね。え今回 AC100V を使うので DC 部と絶縁するためにこちらのリレーを使います。おっと、ちょっと待ったそんな全自体的なものは使いませんよ。こちらの SSR を使います。 まあソリッドステートリレー電子的なリレーですね、まあ、こちら秋月さんの方で購入した 8A まで使えるタイプです、まあ、ただ 8A まで使おうとすると放熱が必要になってくるので結構抑えて使う予定ですけれどもねそして今回の秘密兵器がこちらです私もちょっとうっかりしてたんですけれどもヒューズをつけないと危ないですよねホルダー型のヒューズケースであればこのケースの中に入るとは思ったんですけれどもアマゾンで探してたらなんかこういったものを見つけました こちらもなんかヒューズみたいなんですよね。2アンペアのものです。まあ、抵抗ぐらいの大きさで、まあ、ちょっとヒューズが飛んだ時に付け替えるのにハンダ付けが必要だという面倒さはありますけどね。でも私ヒューズ飛ばしたことないんですよね。ちょっと今回はハンダ付け動画を飛ばしていきますけれども、ボードの方こちらできましたね。まあ、こちらの方がディスプレイとキーボードパネルの方になってます。 ここちらの方の方ケースににんな形で付くようにサイズを合わせて作りました。そしてあとは今回アルミケースの方が黒なのでま見栄えが良くなるように基板の上に黒い色画用紙を引いてありますでちょっと基板が深緑色でランドもシルバーなのでこの基板の字を出すようなデザインでもかっこいいかななんて思ったんですけれども結構こちら側にハンダ付けしたハンダがこちらの方に浮き出てきてあまり綺麗になりそうじゃなかったので色画用紙を引いてあります ま、なんかかっこいいでしょう。そして、えー、本体基板の方がこちらですね。まあ、まだマイコンの方は取り付けてないですけれども、まあ、こんな形でシンプルに出来上がりました。まあ、全体的にはケースの中をそれほど圧迫せずに、まあ、ちょっと横につけるか縦につけるかわかんないですけども、あまり圧迫せずに使えるかなと思ってます。まあ、そしたらいよいよアルミ加工に移ってきますね。 まずはメイン基板とフロントパネルの基板を繋いでみました。まあこんなような感じですかね。それでまあえっと、表示させた感じがこんな感じですね。それで、やっぱり曜日の LED や特にコロンなんですけれども、こちらの方の発光輝度が7セグメントの LED に比べてだいぶ眩しいので、アルミケースに組む前に個別に抵抗を入れて調整していきたいと思います。 え、個別の抵抗を取り付けてみました。まあ、これもちょっと動画では分かりづらいですけれども、まあ、大体同じ形で光るようになりました。まあ、抵抗の方はこんな形で取り付けましたね。まあ、後ろの方にちょっと出っ張っちゃうっていうのはあまりかっこよくないんですけれども、まあ、見えるところではないので、これでいきたいと思います。 これからアルミ加工を行っていくわけですが、まあ、まずちょっと動画だと見えづらいかもしれないですけれども、まあ、ここに四角く穴を開ける線を引きました、まあ、ここに四角く穴を開けていくわけですが、まあ、使用する工具ですね まあ、こちらのドリルを使って、えー、ここにまず穴を開けて、で、必要であればこのリーマっていうやつで、まあ、こちらの方で開けた穴を広げて、そして、こちらが便利な工具なんですけれども、ハンドニーブラーというものですね。ちょっとここ見えますかね。ここのところに刃がついていて、ここにアルミ板を挟んで、ギュッと握ると、刃が降りてきて、アルミを切断することができます。 なので、ここのところにまずは穴を開けて、このリーマーを入れられるようになったら、ジョキジョキジョキという形でアルミケースを切っていくことができる便利な工具です。で、あとは、ヤスリで大きさを仕上げていくような形になります。まあ、それでは早速、四角い穴を開けていきましょうかね。ようやくアルミケースの穴開けが終わりました。まあ、5時間ぐらいかかったかな。で、えー、っと、まあ、ここにフロントパネルがこんな形でつく感じですね。いいでしょう。そして、s SR をここに取り付ける予定です。 本体のアルミケースに取り付ければ、放熱性もいいと思ってここに取り付けることにしました。そしてあとは1 0 0ボルトのコンセント用の穴を4つ開けてあります。あとは電源用のコンセントのケーブルを通す穴ですね。 そして基板の方は、えー、こちらは最初にここにネジ穴を開けて、まあ、こちらにスペーサー取り付けてあるんで、プラスチックのネジで取り付けようかと思ったんですけれども、まあ、プラスチックのネジだったらいいかなとは思ったんですけども、まあ、表面は何もない方がいいかなと思って、ホットボンドで固定する予定です。そしてあと、こちらの方のメイン基板も、えー、スペーサーを取り付けて、えー、こちらもホットボンドですかね。えー、ホットボンド万能です。まあ、そんな形で組み立てていきたいと思います。 ーケースにそれぞれのパーツを取り付けて、ようやっと完成しました。まあ、パーツの取り付けだけで7時間ぐらいかかっちゃいましたね。まあ、加工も含めると12時間ぐらいでしょうか。まあ、それでメイン基板の方は、こちらの方に結局ネジで取り付けました。まあ、ホットボンドで貼り付けるだけにしようかと思ったんですけども、まあ、うっかり外れて 100V 系とショートしたら嫌だなということで、がっちりとネジで固定しました。 で、LED 基板の方は、こんな形で取り付けができました。まあ、フロントパネルの方、もうちょっと削り込んじゃってもいいかなっていうところはありますけれども、とりあえずこれで使っていきたいと思います。そして、100V 系なんですけれども、SSR をここに4つ、ネジ止めしてあります。で、一応放熱しやすいように、パソコンなんかで使われるシリコングリスを塗ってあります。そして、モーターなんかの誘導性負荷をコントロールする場合には、 コイルからの逆気電力で SSR を壊してしまうことがあるらしいんですよね。まあ、そういうことでこちらの方にバリスタを入れてあります。 そしててここにダイオードを取りり付けてありま,すまあこっちは DC のコントロール側の方なんですけれども、まあ、通常メカニカルリレーを使う場合にはリレーのコイルの逆起電力でロジック回路の方にダメージを与えてしまうことがあるので、まあ、こういった形で逆方向にダイオードを入れるんですけれども SSR でそんなのいるのかなっていう疑問に思ったんですけれどもアプリケーションノートを見るとここに逆起電力防止用のダイオードを入れてくれっていうふうに書いてあったので一応入れてあります。 そして 100V の方の配線はだいたいこんな形で、まあ、それなりにうまくできたと思ってますただちょっと失敗したのがですねこの 100V のケーブルは近所の DIY ショップで買ったんですけれどもやっぱちょっと太すぎちゃったんですよね 1200W 対応のケーブルなんですけれども太すぎて収縮チューブ入れるのにも苦労しましたし配線の取り回しにも苦労したのでもっと細い線にしとけばよかったなと思ってます SSR にそれぞれ入れてあるヒューズが 2A のものなのでトータルでも 8A ぐらいしか流さないのでここまで太い線はいらなかったと思うんですよねでちょっと見えづらいですけれどもここに太い収縮チューブがあると思うんですけども実はこの中に先ほど説明した 2A のヒューズが入ってますまあ、もしこの中で切れたら配線し直すのはかなり大変ですけどね そして電源の方がここに配置しまししまた。そして USB ケーブルで本体の方に電源を給電するような形ですね、まあ、ちょうどいい感じで収まったんではないかと思いますでこちらが大昔に作った TMS1121 を使ったタイマーなんですけれども、まあ、この当時はぎっしりぎっしり詰め込んでたんですよね それに比べると、ケースは半分以下の容量になったにも関わらず、多少隙間ができるくらいの余裕で配置することができました。やっぱ時代の差ですよね。TMS1121 のタイマーと並べてみました。通常表示している時の表示は同じような表示になってますね。で、動画で見ると TMS1121 がいい感じで光ってて、アルドイノのタイマーはちょっと眩しい感じに見えてますけれども、まあ、実際見てみると、 tms1121 の方が暗くて、アルディノの方がはっきりくっきり映ってるっていう感じですね。まあこの辺は好みがあるんでしょうけどね。まあ夜使うんだと tms1121 ぐらいの明るさの方がいいかもしれないです。そしてキーボードもグッとシンプルになってますよね。ここでもアルディノタイマーの方が高機能になってるんですよね。で、大きさの方が高さはちょうど半分の高さになってます。まあこっちが8センチでこっちが4センチですね。まあそれで、 奥行きの方が2センチぐらい、えー、短くなってますかね。幅も1センチ小さくなってます。ちょっと重さを測ってみましょうかね。まずは TMS1121 の方の重さ。これ測れるかな ちょっとこの測りでは測れませんでした。1 1キロ以上ありますね。で、アルドゥイーノタイマーの方は4 5 0グラムぐらいかなり軽量になってます。まあこれも時代の差でしょうけどね。まあ当初の目的通りシンプルコンパクトで高性能のタイマーをアルドゥイーノで作ることができました。それでは本日の動画はこれにて終了です。この動画をご覧になられていいと思われた方はぜひご登録いただけるとありがたいです。 ご視聴ありがとうございました。それでは、さようなら。